マジ散歩企画を用意しました。お、はいはい、一人で選んじゃうっていう。めんどくせえな感じ。早く作ってください。じゃあ次のお題に行かせていただきます。はい。赤井さんも触ったやつでもうこれ。はい。これはあれですね。コロナウでのコロナ禍でのストレス発散方法。なんで笑ったんですか。いやまあそうですよね。どうなの？あ、僕はストレス発散っていうか、その、まあ、撮影で、うん、なんか練習参加とか行ったりするじゃないですか。あ、行ってるよね。行きますね。よく行ってますね。高校とか。そうです。J クラブ。J クラブも含めてなんですけど、うん、あそこでやっぱそのユース世代の。あの選手たちの熱量を感じるのが結構もうストレス発散というか、あ、なるほど。なんかすっごい頑張るじゃないですか、やっぱ高校世代って、うん、もうその一つのことしか考えないってこう突っ走るじゃないですか、うん、あのキラッキラしたのが練習メニュー一緒に全部こなす、全部やるんです。それすごいな。新たなこのエネルギーをいただけると。はい、俺別になんかないけど、結構毎日忙しいですよね。いやいや、そんなことないですよ。やっぱりそれこそコロナ禍になってからね、仕事もやっぱり減ったし、イベントも少なくなったから、まあでもなんかできることを楽しんでるっていう仕事もそうだけど、でもなんか生活感ないですよね。どういうこと？結婚されてる感じもないですよね。知ってますよ。なんかそうですか。まあ、結婚する前からですけど、もうほぼ家で食べてる。家で食べるのが好きだから。意外意外。そうでしょ。 家に帰るのが好きなのよ。現役の時は別だよ。もうコロナ禍になる前からそんな感じですか。前からだから変わんないの、生活のリズムは。まあそれこそスイーツ好きだから甘いの食べたりとか、うんうん、なんかいろんなとこ教えてもらったとこ行ったりとか。僕食後毎回こうアイスクリーム食べるんですよ。ああいいじゃん、うん、それがなんか。カジカフェのおすすめのスイーツ何？季節のフルーツのタルトですね。あ、いいじゃん、はい、だから本当にもうトップ下にこうグッて食い込むぐらいの感じのフルーツ本当に出しますから、まあこれね、季節ごとにいろんなフルーツがあるから。そうですね。もう岡山から直で、あ、そうなん、はい、取り入れるんで。すごいすごい。桃だったりシャインマスカット、今シャインマスカットがこの時期はメインで、はい、やらせてもらってます。じゃあぜひね、行かないとね。ぜひ、本当空いてないんですよ、予約が。俺もだからナスの目スケジュールいや、もうなんか社交一番近いところにいるわけでしょ。いやいや、本当ですよ。何度も電話してるんですよ、僕。もう、ほんま、来てよ、ほんま。じゃあ、家事選んでください。いや、言いますよ。すげえよ。いや、なんで変えてんの。そういうもんじゃないでしょ、だって、それちょっと待ってください。ちょっと待ってください。設定がもう全然。これいきますよ。得意なプレーのルーツ。これ喋りたくないですか。じゃあ僕から行きますか。いやちょっと食い気味に行きましたね。いやいや、そんなことないですよ。さっきもナスさんに振ってましたけど。だ、僕はまあ、ドリブルが好きだったんで、はい、その小学校の時にマラドーナの VHS のビデオを見て。VHS のビデオです、こういうやつね。よく、はい、ウィーンってやつ知ってるでしょ。それを見て、そこからマラドーナのプレーをずっと真似してたんですね。で、夏も行ってるその一緒のね、鹿児島実業行った時に松田監督っていう名将がいて、はい、ずっとそれ好きでドリブルもやってきたんだけど、高校行ったら3年生とかいるし、まあ、強い相手とやるじゃない、関東の、はい、うまくいかないんですよ、1年の時は取られるし、はい、でそれでそのプレーをしなくなると交代させられてたんだけど、だから取られてもいいから何回もやるって言われて、そこからずっと自分のスタイルがこう気づかれたっていう。いや、それ監督にすごい恵まれてますよね。そうそう、だから監督がもうそんなお前ドリブルばっかしてたら取られるかパス出すよって言われたら、そうですよね、また違いますよね。また違うプレーになったかもしれないけど、その良さをまあ引き出してくれたというか、まあ、だからそれがまあ自分のまあ武器というか、プロに行ってもそのプレースタイルを貫いたっていうのがあるかもしれないですね。これいいですよね、やっぱエピソードが先で良かったです、声から。何薄い人僕言って。いやいやいや、僕は、まあ、ディフェンダーだったじゃないですか、まあ、まずキーパーから始まったんですよ僕。いつ、小学校5年とか。なんでかって言ったら身長がでかかったからって、ただ単純な理由で。そこから嫌でセンターバックやって、うん、で最初は攻撃の選手になりたかったんです。でも攻撃選手がないと、というか、まあ、上手い選手が他にたくさんいたんで。分かるか分かんないですけど、ドロンさんの下で上釜さんって分かる、うん、あ、もちろん分かる分かる。その方にお前の生きる道はヘディングとフィードと1対1だみたいな、うん、
のをこう叩き込まれて、うん、そこからもずっとディフェンダーです。へえ。なんかやっぱポイントポイントで人がいるんですね。そう、まあでもそう、そうだろうね。指導者がそのね、はい、出会いが、うん、今このコロナ禍ということで、コロナ前と今では大きく変わったところってやっぱりあったりするんですか？そうですね、まあ、そもそもこうコロナ禍になってイベントとかこう試合っていうのがまあなくなる、中止延期になることも多く、まあ、今までになかった検温業務であったりアルコール消毒の業務であったりフェイスシールドとかマスクとかも、今マスクがこう皆さんずっとされてるのが普通になってきてますけど、そういう対策を取った上でお仕事することが増えましたね。そうなんですね。やっぱりもう皆さん気にされるのが、まあ、そういった感染対策っていうところだと思うんですけれども、はいはい、ビーイングさんではどういったようなこう対策にこう力を入れてたりとかってありますか？2週間前からの体調管理であったり、はい、当日の、まあ、実際の自分の体調と、体温、うん、ちゃんと大丈夫ですかっていうのを聞いた上でお仕事していただいたりっていうのはありますね。結構そういった面ではやっぱコロナ前とだいぶ変わりましたよね。変わりましたね。まあ、でもこの早くコロナが収まって、はい、もう一日も早く満員のスタジアムで観戦ができたりとかコンサートを楽しめたりとかっていうのもすごい早くしたいなと思うんですけれども、ね、やっぱりまだまだこういった感染対策っていうのは続きそうですよね。そうですね。一日でも早くね、こうマスクとかも取って、まあ、今なかなか声を出しての応援ができない状況なんですけど、まあ、今までみたいに活気あるスタジアムになったら嬉しいなとは思いますね。そのためにも今私たちができることをして、はい、そうですね、その日をじっくり待つと、はい、今は耐える時期かなと思っております。そうですね、はい、まあ、ちょっとまだまだ大変な時期が続くとは思うんですけれども、はい、もう皆さんぜひ体調には本当十分こう気をつけていただいて、はいはい、これからもこう頑張大阪だったり、はい、様々なところで支えていただければなと思います、はい、ありがとうございます。これからも頑張ります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。カズ散歩。カズは？僕はもうカズさんですね。ほう、はい、うん、もう小学校の時に憧れのカズさんがいて、はい、もうプロになるんだっていう、うん、もうガンバ大阪来てもまたぎばっかやってましたよ。え、ポジションは？サイドバックス。ずっと？ずっと。あ、もう小学校から変わらず？小学校はフォワードでした。いや、ずっとじゃないじゃん。ずっとじゃない、ない。次行きましょうか。行きましょう。いや、これはもう選んでもらいますか。やっぱりここに来てるんだから、ガンバ大阪さんのなんかそういう話 した方がいいじゃない。なんかせっかくだから。そんな気にしなくていいんですよ。お前が一番気にしろよ。なんで俺が気にしてんだよ。ありがとうございます。大事じゃないですか。でもそれとJリーグ一緒のようなことじゃないですか、これからの。じゃあこの3つ合わせて最後締めてもらいましょうか。ほんじゃ、これはいい話聞けると思いますよ。いや、ふたふた考える時間が。僕からでいいですか。夏もね、対戦いっぱいしてるし、はい、そう、よく知ってるし、まあ、でもまあ今リーグでちょっと苦しんでますけど、まあ、間違いなくこの変革期ってあるんですよね、チームの。それは、まあ、選手だけじゃなくて、このサポーターとかこのクラブスタッフとか、こう、まあ、今多分いろんな試行錯誤してると思うんですよ、選手も。でもこの誰かがこう火起こしじゃないんですけど、何かそれがまあプレーだけじゃなくてピッチ外でもこうアクションを起こさないと、この変革期ってやっぱこう乗り越えられないっていうところで、今まあ30周年でまさにこの、まあ、今まで遠藤やっとさんっていう大黒柱がいて、でその下でやっぱガンバ大阪ってもちろん他の選手もいたんですけど、でもそこに変わる人材っていうか、まあ、それをこうさらにガンバを加速させるために、まあ、今選手たちは頑張ってるんですけど、まあ、なかなかねこういう時期ってこう超えるのは難しいんですけど、まあ、でもやっぱりこの一番はまあバラバラにならないことですよね。どっかでそのサポーターもそうですし、どっかでこうお互いが支え合うっていう気持ちだったり、チームで動くってそういうことだと思うので、
だからそこら辺をなんかこう、まあ、いろんなクラブ僕も行かせてもらいましたけど、いや今そういうこう今変革期だなっていうすごく見てて分かるので、はい、いるので、まあ、ポジティブにポジティブにっていうことは大事だと思いますね、うん、確かに、うん、一番は勝つっていう多分目標だと思うので、うん、変わるために何をしないといけないかっていうことをそれぞれが考えないといけないので、そう、はい、だからそれが逆算してなかなかうまくいってない時って難しいと思うので、まあ、クラブが一体となって、まあ、次の試合からじゃないですけど目の前の試合を乗り越えていってほしいなって思いますけどね、まあ、チームとしてもそうだし、もうクラブとしてもそうだし、まあ、同じベクトルにこうね、そうですね、向いてね目標達成してほしいなっていうのはねありますよね。ありがとうございます。じゃあ鳥井前田さんよろしくお願いします。いやもう那須がね言ったようなことも含まれてると思うんですけど、僕は J リーグ開幕前に入団させてもらったんで、もちろんガンバのねオリジナル10の頃からずっと見てて、でもちろん優勝も経験してる、で J2 降格も経験してる、で今また J1 でちょっと大変な思いをしてる、苦しんでるけれども、こういろんな経験が多分プラスになると思うんで、これだけのこうチームが何かを変えようっていうことは他のクラブチームで今までなかったんじゃないかなって僕は思ってるので、それだけまあそこに本気というか気持ちがその選手たちにも多分伝わると思うし、選手はピッチで結果を出してやっぱり強くないとサポーターもついてこないと思うので、そこは選手たちはもう分かってやってると思うし、その中でこうサッカーガンバ大阪というか、ガンバ大阪っていうものが一つのこうブランドになるような、サッカーだけじゃないところで本当にこう皆さん知ってもらって集まってくるような場所になればいいんじゃないかなというのはなんとなく思ってますけどもね。いい締めありがとうございます。やっぱりもうでもね、気持ちが乗らないことにはそこにねやっぱり思いもあって、やっぱりこうやっていく中でもう気持ちもしっかり乗せながら伝えていくっていうことがまあ大事だと思います。はい、今日は、スイーツ王子こと、はい、前園正清さん、はい、YouTuber 大人気です、ございます。那須大輔さんに来てもらいました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。